大会初日の昨日、歌手を所属の石川遼プロが江南市の小学校に電子ピアノを贈りました。石川プロはジュニア育成の取り組みの一環で2018年から大会コース高知黒潮カントリークラブの近くの小学校にカシオ計算機と共同で電子辞書を贈呈してきました。今年度石川プロはスポーツと合わせて音楽の楽しさを知ってもらいたいと江南市の野市東小学校に初めて電子ピアノを贈りました。僕は音楽、自分では楽器はもう全然ダメなんですけど、綺麗な音を機に音楽であったりとか、さまざまな学校の行事だったりということにこうみんなが興味を持ってもらえる機会になったらいいなと思います。贈呈式の後、石川プロはサインを求める子どもたちに答えていました。何枚もらった？9枚もらいました。どうすんの？この人、友達にあげたり家族にあげたりしようかなと思っています。めっちゃオーラがすごかった。なんかすごい優しそうな顔でした。